私先月1ヶ月お休みいただいてたんで、丸1ヶ月ぶりぐらいなんかカメラ向けられるとやっぱり久しぶりだとちょっと違和感ありますね。お邪魔いない。お邪魔いない。ございます。ダメでした。おはようございます。さあ始まりました。プロソロの食卓のお時間です。今回9月3日はですね、福岡県太宰府市の流行ラッキー37太宰府店にて収録させていただきます。本日ですね、180人中、私の番号が120番と。というわけで、こちらのお店に限ってはですね、私が収録させてもらっているお店の中では、もうトップ1、2に入るほど入場が早ければ、バルブレイブに行くべき。傾向となっているお店なんですけれども、バルブレイブの台数が48台、49台でほぼ全員行かれますので、この番号では、ちょっと届かないというところで、だとしたら、この番組の主軸たる企画趣旨であるですね、私の実践経験の中から何かしら情報を発信していきまして、皆様のお役に立てるような、立ち回り言動を見せられたらいいかなという、趣旨のもとですね、機種選びしてやっていこうかなと思っております。だから勝ちを目指すんですけども、勝ちを目指すことがまだタイトル目標じゃないといった感じになるので、できればですね、皆様のこれからの勝ちにつながるような情報を今日もお伝えしていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ワンチャン取れる、これ、取れない。もう8番とかもだって置いてある。いや、もう無理無理無理。絶対無理よ、こんなの。じゃあ、いつも通りですよ。ここ最近の私のいつも通りは、ここですよ、ほぼ。はい。一応ね、寝台も増えてますし。はい、というわけで、もともとバルブレイブ取りたかったんですけども、私の番号では取れなかったので、次に狙っていた、寝台のミスタージャガラーを確保しました。今日は両隣とかとのデータをこう相談しながら、打っていく日になると思います。ではやっていきます。一応がっくりあり、前回このチャンネルでミスタージャグラーを打ったのが導入初週翌週ぐらいで、いろいろ見えてないことが多かったんですけども、あれからもう8割9割型中身についてはもう調べ終えたので、その辺についてお話ししていこうかなと思います。打ち方に関しては前回の食卓でお話ししているので、あれいつだ、前回といっても何回か前か説明しているので、あそこから打ち方に関してはそんなに変わらないんですけれども、制御面ですとか、数値面についていろいろ分かったことが増えたので、その辺を重点的にお話ししていきますね。まず数値面なんですけれども、ブドウ確率がですね、おそらく設定16巻でね 6.29から、5.96 で、設定段階ごとにちょっとずつ良くなっていくっていう仕様になってますね。でそれ以外の、レア役チェリーやピエロ、ベルについてなんですけれども、その辺はちょっと細かい設定差があるかどうかっていうのは分からないんですけども、おそらくそこまで大きな設定差はないんじゃないかと。その上でチェリーはペカる分ペカらない分合わせて
37分の1ぐらいで、ピエロもペカル分ペカラない分合わせると420ぐらいと、5号機以降のジャグラーでは最も確率が高いと、ピエロに関しては。でベルはハッピージャグラーと同じぐらい、655分の1なんじゃないかなと思われます。なので、まあ、ベルやピエロを狙って打つのと、ただチェリー狙いで打つのとでは、まあ、結構ダマ率に差が生まれるんですよね。だから、まあ、ミスタージャグラーを適当押しないし、順押しチェリー狙い、した時の出玉率っていうのは、他の6号機ジャグラーとさほど変わらないんですよ。ほぼ一緒ぐらいなんだけど、ベルやピエロも合わせて狙えますよってなると、設定1でね、なんと 99.5% と思われる。この設定1でフル攻略だと 99.5% っていうのはね、歴代のジャグラーシリーズからさせられるジャグラーのコンセプトにもがっちり当てはまるなとは感じますね。だからおそらく合ってるんじゃないかなと。やっぱりね、設定1で 100% ちょうどないし、 100% を超えるってなると途端にね、客層がガラッと変わるんですよね。やっぱりその目押しに自信のある人たちが急に流れ込んでくるんだけど、その目押しだけでは勝てるわけじゃないですよ。あくまでもジャグラーシリーズイコールライトユーザーの憩いの場っていう、ジャグラーの名前を冠する大前提はギリギリ守ってる。だから 100% ギリ届かないんじゃないかなと。で考えるとね、この計算結果も当たらずとも遠からずなんじゃないかなと。でフル攻略だと設定6で、まあ、ほぼ 110%、まあ、これは他のジャグラーとさほど大差ないんだけど、設定4でもね 105% 超えるんですよ。あって4とか言われるし、まあ、ギリ戦えるっていう意味では4で 105% はありがたいですね。まあ続いて制御面についても、まあ、軽くお話ししておくと、ね、1枚薬がね8種類以上、おそらく8種類あると思われるんですよ。あちなみに、この中リールにあるブドウって、この7の3つ上にあるブドウだけ茎が、左側の茎が欠けてるんだけど、このブドウ起点の一枚薬が3種類、上段に止まってる葉っぱが尻尾の形したチェリー、この起点の一枚薬も1種類、中リールの7起点も2種類あるんですよ。のブドウのさらに、欠けブドウのさらに上にあるピエロ、これ起点の一枚薬も1種類。7のね5つ下にあるこのバー、ピエロついたバー起点の一枚薬も1種類、計8つなんですよね。これらの1枚薬がこのどこで止まってもデカる可能性があるよっていう攻め演出を作っている。あ、当たった。150ゲームどっちだ、こっち狙うか。じゃあ単独だ。150ゲーム単独の、ボーナス取られるときは中押して中リール上段に7狙います。上段に7止まれば、そのままボーナスを狙える。中段に止まれば、左でチェリーをフォローできる1で7を押す。で上段でも中段にも止まらなかった場合は左右敵と何かの火薬が成立しているのでっていう打ち方だと、最も150ゲーム大押しが5000円でビッグです。おお、レバーオンで全上等しました。ってことは1万役の可能性あるな。これ中リル上段にバービダ、あ、7をビダ押してます。上段にピタ止まった。先に左押しますね。あ、ビッグなんだけど、1枚薬ではなかった可能性が高い。いや、もしくはあれか、7起点の1枚薬あるか。この7の裏側にある、先にだから右押せば分かったのか。裏側にある傾きピエロ7バーって1枚薬あるんです、ビッグ確定の。それだったかもしれないですね。だからもしかしたらこれビッグなのに右でボーナスを押したら7バーレギュラーがテンパイしたかもしれないです。26ゲーム、単独か1枚役分かんないビッグです。単独継続しとこう。今これ7で中段止まったでしょ。これね、できればね、私上段に、左上段にね7をビタ押ししたいんですよ。まあこうなるんだけど、7が上段に止まるとね激アツなんですよね。多分ビッグなんじゃないかな、その時点で。それは やりたいんだよな。
やりたい理由は中にいる中押して中段7を止めて右下がり転廃させて右の7を押したら枠下に沈むっていうのをやりたいんですよ。中左右でそれ出した写真を送ってくれた人がいて、右下がりで7がずれるのにビッグっていう中段の1枚欲なんだけど、でもねまあまあ難易度高いんですよね。この今ここにあったピエロ7ベルの7を上段に見倒しするんだけど、この時にねもう一回やりますか。じゃあでもねこれ1コマ7を1コマ早く押すとチェリーこぼすんですよね。今日はね、まあ、ここのお店のようなとても特徴的なお店での実践なので、まあ、そういうお話をしたかったんだけど、有効ラッキーグループ全体のお話ではあるんだけど、その中でも特にここのお店は、ここの店舗は人が集まる日のバルブレーブのデータ見るとね一目瞭然なんだけど、まあすごいんですよ。まあ、何が言いたいかというと、ここのお店ないし近くに住んでる方とかによく通われてる常連さんはバルブレイブにがすごく強い店だから、バルブレイブの高設定を打てたことのある経験値が豊富なはずなんですよ。すなわちバルブレイブでの高設定低設定の挙動を多く学べるイコールバルブレイブで立ち回る経験値が培われていく、バルブレイブが得意機種になっていくんですよ。でこれ逆に言うと、毎日バルブレイブばっかり打ってたらそれ以外の機種を打つ時間っていうのは減ってくるわけで、だからねその人が住んでいる環境とか状況とか地域とかのによってやっぱり得意機種って変わるんですよね大きく。まあ、それこそ北海道は昔からまあ、ジャグラーの聖地と言われているぐらい、まだジャグラーの設置比率が少なかった頃から北海道はジャグラーだらけだったんですよ。まあ、そんな環境で私は、スロー専業としてやってきてたから、だからまあ当然得意機種の一つにはなるし、やっぱりこう皆様も例えば転勤で違う地域に行きましたとかになると、当然自分が今まで得意だった機種の状況が悪い地域になる可能性もあるわけですよ。地域を変えてパチスロを打つことになるってなった場合は、まあ、一応覚悟しといた方がいいかもしれないですね。まあ、今でもそうなんですけど、俺はどこに行っても食えるぜとか思ってる人でもね、我々が思ってる以上に意外と地域差って大きいなという話はね今日したかったんですよね。出ました。私これね自分の動画で一回も喋ったことない。これねなんと普段中段に転廃するリプレイが上段に転廃してるんですね。これは、この時点で二角です。本来転廃しないんです。なので、ここは、チェリー狙って、一応ね。で、多分これね、1万役なんじゃないかな。これかな、もしかしたら。わかんないんだけど、今狙わなかったけど。200級ゲーム。ほらね、1万役だとやっぱりね、ショートしやすいんですよ。1万役かもしれない、ビッグ。一応単独で計測しとこう。下段転廃なので一応ベルを狙いつつピエロ7ベルの7を、上中段に押してると。どっちも外れた。つまり、はい、29ゲームピエロ7ピエロの1目が出ております。29ゲームで外れた。ちゃんとチェリー狙ったのに単独ですね。162ゲーム単独のビッグ。これ7下段に落ちるじゃないですか。ほぼ外れなんだけど、まあ、ここからも当たることがあって、まあそれは、おそらく7尻尾チェリーバーの1枚役なんだけど、だからこの塊をもう一個早く押せば降りてこないわけですよ。ボーナスが公約優先制御だから1万円を揃えたがるから上段にバーが止まるんだけど、でもおそらくこのフラグ7尻尾チェリーバーって多分ビッグなんですよね。この1万円成立時に7を枠内に押したことに時に限り名前入りがありますね。現在武道確率はまあ良くないな。740ゲームで
ぶどうが113回 6.54 1位かですね。あまりよろしくない。ミスタージャグラーはぶどう確率の設定差が6号機ジャグラーシリーズの中では大きい方なので、まあ基本レギュラー確率で見ていくべきなんでしょうけど、まあそれとそこにこうぶどう確率の設定差をどれぐらい重要視して考えればいいのかっていうのは、六号ジャグラーシリーズの中では割と大きな比重を占めてますね。ぶどう確率による判断が一番設定差が小さいと、ぶどう確率の設定差が小さいと思われる、ガールズとかと比べると外れる価値はまあまあ大きいですね。おう、61ゲームチェリー重複のチェリー重複のビッグバーニレもちょいちょい挟んでいきますか。中リールの下にピエロのついた方のバーを上段中下中段に狙っていっても全ての役をフォロー可能なので、で当然7と一緒で中段に止まればチェリーかボーナス、あピエロもあるか、下段に止まったらピエロ転敗したらピエロもありますね。で上段までベルが降ってきたらベルを狙えばいいし、7が降ってきたらボーナスとベルを狙う。こっち側を狙っててもこっち側にしかない1枚役っていうのがあるので、このバー来てのね傾きピエロ、バー傾きピエロっていうのがあるんだけど、それの取りこぼし目として出現するサプライズ出目が結構ありますね。ただこっち側のこのブドウは茎が欠けてないので1枚役じゃないんですよ。だからこっからもしかしたら茎欠けブドウ起点の1枚役の取りこぼし目っていうのが出てくるかもしれないですね。こっち側はまだあんまり押してないのでそこまで制御わかんないんだよな。今このミスタージャグラーの島には4台設置されてるんですけども、ボーナス確率の一番悪い台がね私は今左隣で、それでも148分の1なんですよ。一番悪い台でも中間設定機ぐらい、だいぶいいですね島状況が。これで150回ブドウが、おお 6.22 まで回復しました。いいぞ。ただ私の台レギュラー引けてないんですよね。900ゲームでレギュラー0回まずい。島で一番ボーナス確率悪いのは私になってしまった。ちょうどね昨日一昨日ぐらいから考えてることがあって、私ハゲようかなと思って、ハゲないことを諦めようかなと。っていうのも最近ね後頭部のこの辺がね痛くなることがあって、変な話なんですけど一人上手な時にですねゴールを迎えると後頭部のこの辺がすごい痛いんですよ。血管がなんかどこどこ言うような、そうです、言葉選んでるじゃんこっちはまあそれでいろいろ理由考えたんですよ。脳外科にもこの後行こうと思ってるんですけど、それが始まったのがここ1週間2週間ぐらいで、いつだったかなあれ、5年ぐらい前に私ね動画で話した話があったんですよ。5年ぐらい前から頭髪が薄くなってきたんですよね。別にもともとうちの嫁からは、まあ、ハゲてもいいと、取ったら分かれるけどハゲてもいいって言われてて、まあハゲは自己管理ではどうしようもないからしょうがないって、まあ、最近はちょっと太ってきてるのでちょっと分かれられちゃうかもしれない、怖いんだけど、まあでもとりあえずハゲは許されてたんですよ。そのなんだけど自分のねジャグラー解説動画をまあ見てると、もし私がこれを見てる一般視聴者だったとしたらなんてコメント書くかなって、まあ、いろいろ考えて、手からせるのは光合ランプだけにしとけとか多分私だったら書くんですよきっとYouTube のコメントとかしないから分かんないけどね、もし悪意ある人だったら多分そうやって書くんですよ。まあ別にこっち書かれてもいいとは思ってるんです。じゃあ始める前からさっきペカしてますよとか別に書かれてもいいんだけど、ただ私がその前もって準備してきた情報を頑張って解説してるのに、そのペカリが気になって話が入ってきませんって言われるとまあ辛いわけですよ。私の唯一の生命線である勝ち方の解説が目に入ってこないってなると、これは問題だなと。あとしたらせめて動画に出てる時ぐらいはやっぱり髪の毛生やしたいんだよなって
育毛でもしようかなっていう話を前15年ぐらい前に動画でしたんですよ。そしたらそのとあるなんかクリニックからねモニターのお話が来まして、やれんのかこういうのっつって、なんか資料までもらったんですよ。なんだけどその直後コロナ禍になって、まあ、話が立ち消えたんですよね。でもやっぱり湧いてしまった興味は急に収まるわけもなくですね、でいろいろ調べていくと、通販だったら別にクリニックに行かなくてもその薬が買えるらしくて、それがね通販だと100錠1日1錠だから約3ヶ月とか、それでね5000何ぼだったんですよ。1日100何円でそれで生えるって言うから、じゃあ買ってみるかと、で買い始めたらね、まあ見事に生えたんですよ。まあ全然薄くないでしょ。でそのね、毛が抜けない薬じゃなくて生える方の薬はね5ミリと10ミリがあって、ここ1ヶ月ぐらいかな、ちょっと薄さをさらにまた感じてきたので5ミリから10ミリに増やしたんですよ。買い替えたんですよね。で今頭痛がしてるんですよ。その生える薬ってね毛細血管にまで細かく血を巡らせる薬なんですよ。その細かいとこまで血が巡りすぎちゃってるのかなって、それで痛いのかなっていうのもあるし、あともう一つ、そういえば私この薬飲み始めてからよく鼻血出るようになったんですよね。やっぱりね髪の毛が生えるっていういいこともあれば、血の循環が良くなりすぎるっていう悪いこともあるのかなって思って、それでねちょっと、でもこの薬をやめるとまたハゲに戻っちゃうので、抗うことをやめようかなと。だからもしかしたらこの食卓を見ていただいている方がですね、今の動画と1年後に撮る動画等で見比べて、あこいつ薬やめたのかって思われる時が来るかもしれないですね。この時は笑わないでやってくださいまずいな、島状況はべらぼうにいいのに私の代だけがあまりやりそうに見えない。左隣が今130分の1、この確率が、右隣が今120分の1、違う、さらに良くなった、今当たったわ。マジで状況いいぞ。いや左右どっちともねガコガコ言ってるんですよ。あそうだ、逆押しするとリプレイ揃いませんよねっていう人がいたんだよな、ミスタージャグラーで。まあそんなことはないはずなんだけど、卵なしに否定するのは良くないので私今やりますよ動画の中で。多分中段までリプレイが降ってきて揃うんじゃないかな。クラブどうでしょうね。でもその人はなんか100ゲーム以上回しましたけどリプレイ揃わなかったですって言うんだよな。これリプレイかベルじゃない、あリプレイかピエロかリプベルじゃない、揃えますよ多分。これもリプレイじゃないかな、揃えます。結局私が回答したのはもう100ゲームじゃあちょっと逆行してやってみましょうっていうふうには答えになったんだけど、まあ、頭ごなしには否定はしなかったんです。その理由の一つとしては若い世代の方々には到底理解できない話とは思うんですが、1ベッドでも2ベッドでもいいんだけど4号機ってね、うわその話する前に激雑目が出てしまった、医学ビッグ確定、それはちょっとつまんないな。500ゲームで追い戦なし、単独ビッグ手から住まい揃えます。お出た出た、まあ、こうなった時点でほぼリプレイじゃないですか。だからまあ左手人に打てばリプレイが揃うんだけど、4号機のジャグラーってね1ベッドもしくは2ベッド時に中右でこうリプレイ中段撤廃した場合にね、左リードに2つあるバーの片方のバーをね枠上ぐらいに押すと取りこぼしが発生してたんですよ。まあそれを利用してそのリプレイ外しっていうビッグ獲得枚数を増やせる技が使えたんだけど、だからまあ一応配列も全然違うし仕様も全然違うから前例と言っては話が違うんだけど、まあ一応過去にそういう事例があったので、なので頭ごなしには否定しなかったんですよね。ただまあ今も先ほど見せたお見せした通り、さすがに6号機で変速防止したからといってリプレイをこぼすことはないと思われます。そういう若い方たちの疑問とかには極力、まあ、誠意を持ってお答えしていきたい。むしろ若い世代に私の経験値を残していく
残していこうとしている企画なので、まあ、どんな些細な疑問でもわからないことありましたらですね、コメント欄の方で、気兼ねなくご質問いただければ嬉しいかなと思います。なんで どういうことなの、島全体的にいいのに私だけ悪いみたいな。今、まあ、データサイト上で見ると私の左隣がね、1800ゲームでビッグ9回レギュラー6回ボーナス合成確率123分の1、高設定挙動でしょ、718番台。で私の台飛ばして右隣720番台がね1500回ってビッグ8レギュラー5ボーナス合成確率119分の1で、さらにもう1台隣右隣がビッグ9回レギュラー6回1780ゲームでボーナス合成確率118分の1。全部56の当たりなんだけど、私がね今1260回してビッグ8レギュラー0 158分の1。なんで私だけなのこれ、どういうこと。まあこういう時に要素の弱い自分の台を信じてやめるのか、数字の強い周りを信じて打つのか、この辺が難しいところですよね。ただミスタージャガラの場合、こういう時って周りの強さを信じて打ち続けるってしまった時のリスクと、自分の数字の弱さを信じてやめた時のリスクで考えると、まあ何せフル攻略時の1の割が甘いから、設定1を1時間丸々分回したとしても、まあ時間650回したとして期待差枚数マイナス9枚なんですよ。マイナス10枚にも届かないんですよ。それぐらいねリスクが大きくないんですよね、低設定を打ってしまった時のリスクが。それも考えると、こういう時に攻めか守りか押すのか引くのかっていう選択を迫られた時に押しやすいっていう長所もありますよね。スランプグラフがマイナスゾーンに入ってしまった。マジですか。この自分だけがっていう時のこの悔しさ、これはもう私がパッツロを打ち始めた頃から今になっても変わらないな。もう四半世紀以上パッツロ打ってきましたけど、不動確率も相変わらず悪いですね。6分の1を切るぐらい、 6.2 ぐらいかな。設定5で、まあ、ほぼ6分の1ちょうどぐらいなので 6.02 かな。だからまあ武道確率的に言えば6分の1以上を目指していくみたいな感覚がいいんじゃないですかね。いやー、逃れました。ただ周りの状況がいいので、もうちょっと、もうあれでもちょっと終わってきたな。138、139、いやもうちょっとやります。あ、そうだ、スパイ忘れてましたけど、まあこの台には単独ボーナスとチェリー彫刻以外にレアチェリー彫刻と1万円役の8種類があって、あとピエロ彫刻もあると。だけど、まあ、基本的に今までの6号機のジャグラーってレア役彫刻イコールビッグだったんですよ。まあ今現段階ではウルトラミラクルジャグラーが発売されてないから、あれがどうなるかは分かんないけど、まあ、多分あるんだけど、レギュラーが、レアチェリー取りこぼしレギュラーが、まあ、それは除くとすると、基本的に今までのジャグラーってレギュラーなかったんですよ、レア役重複は。なんだけどこのミスタージャグラーにはありまして、まずピエロ重複はレギュラーがあります。あとこの傾いてない通常ピエロが降ってきた時の1枚役だから、通常ピエロ、通常ピエロ7っていう1枚役。あともう一つ、このバー 下にピエロいるんだけど、下にピエロいるこのバー、まあ、どっちのバーでもいいのか、図柄が一緒だから、傾きピエロ、バー傾きピエロの1枚役もレギュラーがあります。で、おそらくそれ以外はビッグなんじゃないかなっていうのが現状の見解ですね。そうなんですよ、今回の1枚役はねレギュラーがあるんですね。目を正しければ2角552ゲームおい銭が2000円、トトシ7000円でいく。ブドウがあと1回で300回。はい、
ゲーム数が1868、やっぱりだいぶ回復したな。武道館より 6.22、まあそれでも設定2と3の間ぐらい、中間ぐらいですね。うん、まあ普通にビギーボーナス狙うか。ベルオは単独レギュラー王は1万ヤコビック。もしこれがだからベルもレギュラーも外れたらおそらく全消灯するかも。ああベルギーだった。197ゲーム、相当総ゲーム数2015ゲーム目で初単独レギュラー。おう、ベルオは下段のベルオは、中段のボーナス。しかもこれね、ベル揃わずボーナスも揃わずペカることありますからね。右にボーナス狙いますね。ほらこれ分かります？今私ビッグもレギュラーも狙ったんですよ。でもベルもボーナスも揃わないなのにペカって消灯もあるかも。これが素晴らしい。これです、これです。右回りのベル7、ベルの1枚弱です。やっぱり1枚役の時は消灯しやすい。37ゲーム、1枚役重複のピック。直瓶があるといいんだけど。おお、激安。どうしようかな。まあ無難に右押すか。レギュラー142ゲーム、単独レギュラー。これは三好が正しければ2画、単独の2画ですかね、きっと。29ゲームでピック。おう、2画大逆転。13ゲーム、単独ピック。右隣もやめちゃいましたね。ボーナス合成確率158分の1、左が148、私172。いやダメじゃないかな、さすがに。というわけでこの前やめます。回したゲーム数が2417ゲーム、ビッグが12回、レギュラーが2回で、グラフがですねちょい浮きぐらい。モナカコは1位がですけど、ビッグによってくれたおかげでちょい浮きです。駆動確率が388回、6.22、 設定2ぐらいですね。伊藤さんの間ぐらい。まあ欲はなかったのかな。まあでも狙い台のね、最優先にすべきバルブレイクが取れなかったので、まあ、保険で考えつつあわよくばまで見てたんだけど、まあ、今のところはちょっとネガティブ寄りな状態で終わっちゃいましたね。まだ分かんないですけど、最後に、いろんな島見て、答え合わせして帰りましょうか。出玉がですね480枚で、投資が5230枚なのでプラス250枚で終了です。最後に状況チェックして帰りましょうか。どうやらあのマイジャクラの島自体が増えた、ここ1列が増えたみたいで、まあ寝台に力を入れることの多いお店なので、この新しい島、あこれとかいいな。あれここあれここじゃない。合成102分の1、110、139、128。あれここじゃね。でやっぱりこう新しい島、新しい台じゃなくて新しい島もいいのかね。初当たり203分の1、これもだいぶいいですよね。もう11回当たってるし、こっちももう12回当たってるし、まあ、グラフはちょっと連が弱そうでいまいちですけど、北斗もいいですね。いつも通りって感じですかね。本日は朝一からミスタージャグラー打ちまして、まあ、ボーナス確率は、まあ、1位下だったんですけれども、まあ、ビッグに寄ってくれたこと、あと、まあ、公約も取りこぼさなかったこと、なんとかプラス250枚で終えることができました。状況的には、まあ、あかもなく不可もなくぐらいの島の感じだったので、まあ、この後好転するかもしれませんけれども、まあ、現状まあ、そこまで深く追わなくてもいいのかなっていうところでしたね。で最終チェックで、他の当たりらしきところもいくつか、見受けられたので、まあ、いつも通り戦っていれば、出てまでいれば何かしらにたどり着けるのかなぐらいの、本当にいつもと変わらない印象だったように思います。あともう一つ、
これはもうね、回し物とか何言われても構わないんだけど、本当にやっぱりね、ミサジャグラーよくできてると思います。回し物でも別に全然いいです、言われても。それぐらいね、皆さんに打ってほしい。今日は見せたかった入り方みたいなのを結構見せられたっていうのもありますけども、その例えば中押し中リル中段7からチェリーのはずが上段でリプレイ転廃、え、なんでってこんな攻め出ましたっけみたいなのとかね、中リル7か中段7から誰で7狙ったらベルもチェリーも引っ込まないで右上がり7転廃っていう、こう昔懐かしのね、大花とかにもあったような攻めが出てみたりとか、もう最後あれですよ、なんと中段7転廃、デルタのダブル転廃、ボーナスもベルも受けるのになぜかペカル、しかもショートみたいな、こんなね、素敵な台をね、ぜひ皆様に打ってほしい私はもうしばらく言いますよこれいや、まだまだありますから、もっと面白い入り方なのかね。なのでこれからもですね、ついに回し物になり下がったかと言われても、どんなに言われようが私はね、ミサジャグラーの良さを皆様に伝えていきたい。はい、というわけでこの辺で終わろうかなと思います最後までご視聴のほどありがとうございました。それではまた。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、そして、LINE スタンプの方も、ぜひよろしくお願いします。